ロンドン式ギルド協会はイギリスの職業教育機関である。協会は世界81カ国において8500のカレッジと訓練施設を通じてあらゆる産業セクターにて500以上の職業資格認証を行っている。毎年200万人が協会の認定を受けており、それは基礎レベルから高度専門職業人レベルまでわたっている。 教会は1878年11月11日に、シティオブロンドンと16のリバリカンパニーにおいて、伝統的な現場指定制度の保護のため設立された。1900年からは国家による職業資格教育制度として、ビクトリア女王により、直居を与えられ、後にプリンスオブウェールズとなるエドワード7世が初代の教会代表に就任した。現在の教会は、 認定事前団体であり、2011年6月より、代表には、アン王女がエディンバラ公、フィリップの公認として就任している。教会の発行する資格は、分野と段階に区分され、それらの合計は4000資格を超える。多種類とのレベル互換性は、国家資格フレームワークにて示されている。段階分野、ありがとうございます。